バックランプが思いのほか見えない別のところに LED を取り付けたいと思います。下にリフレクターがついてるんですけど、ここを交換しようかと。 LED の入ったリフレクター、こちらに変えていきます。はい、エルカチャンネルのショーです。前回リフレクターを LED 搭載のリフレクターに交換する動画を撮ってたんですけど、カメラのバッテリーが切れてしまったので、今回はそれの後編になります。それではつけていきたいと思います。配線自体はもう今中に通してます。ちょっと近くで見てみてください。エルカチャンネル、ちょっと見えづらいですけど、あそこから線が出てるので、今テープで留めてるんですけど、ここの穴から中に通して、今ここから出してます。そしてこれですね、テール電源取り出しのこちらのここにこれをつなげていきたいと思います。これがですね、ここの間に入るので、まあ、こんな感じになって、これとこれですねをつなげていきたいと思います。まずはバンパーをはめますね。エルカチャンネル、とりあえずバンパーは仮でちょっと止めて、今から中に線をちゃんと出したいと思います。エルカチャンネル、はい、今こうやって出てきました。そしたら今引っ張ってきたこのリフレクターの線と電源取り出しのこっちの線をつなげていこうかと思います。電源取り出しの方が赤がブレーキだそうです。でこっちも赤があるので、これがブレーキですね。青がポジションですね。でこっちは青がないんで、この白ですねがポジションになります。緑がバック、今回一番やりたかった緑がバックですね。黒がアースになります。こっちがですね、あとオレンジがあるんですけど、これがウインカーらしいんですよ。ウインカーは今回使わないので、他の4本だけということで、でつなげるのにギボシを使おうかどうしようかと思ったんですけど、線自体が細いので、今回はこちら接続コネクター、この細いやつ用ですねを買ってきましたので、これでやっていきたいと思います。お、これか数間違えました。片方分しかないしまった。とりあえず片側だけつけます。でこれがですね、被覆向かなくてこのまんま使えるっていうやつです。そのまんま刺して、でここ押さえたら OK ってやつですね。今こっちとこっちにコネクターをつけたんで、これを合体。さあ、じゃあ残りもつけていきたいと思います。エルカチャンネル、はい、じゃあこれで完成です。反対側もしなくちゃいけないんですけど、部品を買いに行かなくちゃいけないので、とりあえずこっちでどんな感じか見てみたいと思います。
イルカチャンネル。はい、部品買ってきました。さっきやってた右側の方かはちょっと接触不良とかが起きてたみたいで、こっちをとりあえず今から取り付けて、同じ組み合わせでつけて、問題なければ最初にやった方をもう一回し直そうかと思います。とりあえずこっちから。さっき同じ色みたいな感じで言ったんですけど、あれ実は違ってました。そしたら見てみたいと思います。イルカチャンネル。やっぱ接触不良だったですね。もう一回線を確認しながらやったら両方ともついたんで OK だと思います。じゃああとは外してるところを全部はめて夜を待ちたいと思います。イルカチャンネル。はい、夜になりましたね。バッチリついてますよ。じゃあですね、前に進んでバックしていきたいと思います。どうだったでしょうか。極端に明るくなったわけじゃないんですけど、バックの時もブレーキの時も今までのやつはこの純正のテールランプのこのカバー表面がラインが入ってるんですよ、縦に。それでブレーキ踏んだり、まあバックにしたりすると放射線状に光るんですよ。それがちょっと見づらかったんですよね。今回取り付けた LED 付きのリフレクター、これでちょっと塊でこう光ができて、で放射線状にこう広がってるみたいな感じになりました。つけないよりかはマシになったかなって思います。しばらくはこれで乗ってみたいと思います。イルカチャンネル。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。